ははいこんにちは中学受験算数割合日を使って解く、えー、同じものを探していく変わらないものを探していくというね、えー、解き方2回目です姉と妹は小遣い4:3の比でもらいます姉が妹に600円あげたら小遣いの比は5:9になりました 二人の小遣いはいくらでしょうかということですね。さあ、姉が4もらったとき、妹は3もらった。で、えー、今回は姉が妹に600円あげた。さあ、姉の 持ち分のうち600円あげちゃったんですですから姉の取り分もらった分はこれだけに減りました、ね、そして妹は600円増えましたからここからさらにここからここまでが姉ですでその時の日が5対9、ね、姉の方がはるかに少なくなってしまった。 ね、さあこの時2人の小遣いはいくらでしょうということなんですけれどもさあこの場合変わらないものって何だろうかというとねこれ変わらないものはこれ姉と妹の合合計計ななんでですすね合計は変わらないんです最初は四対三ですから丸三の7この合計と。 600円あ、えー、げちゃってこれ対これになった5対9になったつまり四角 5+ 四角9の四角14この2つが合計が変わらないわけなんですさあそうするとこの合計の7と下の合計の14を揃えればいいですからこの7を2倍するんですね 要するに4対3を、ね、2倍して8対6にしても同じことだよね姉は最初8対6姉と妹8対6の比で小遣いもらったその8が600円あげたら5になってしまったそして妹は9に増えたそうだとすると8と5の差の この四角の3が600円ってことになるね3が600円なんです、ね、1は200円で姉は8ですから8に1600円のねっ えー、妹えー、6, 6に1200円ですねさあ1600円と1200円ちゃんと4対38対6ですよねでそしてえー、姉が600円上げちゃった1000円に減ります妹は600円増えた1800円です1000円と1800円ちゃんと5対9ですよね だから最初の所持金姉は1,600円ね妹は1,200円なんですね姉と妹の合計姉と妹の合計が同じだから合計を揃えるこの場合で言ったら7を2倍して4たす3は7と考えるんじゃなくて8 7。 たす6が14と考えれば下と揃えることができるんださあじゃあ同じパターンやってみましょうねできそうだなと思ったらえー、っと動画止めてやってみてください A 君 B 君はカードを3対2の比で持っています B 君が A 君に30枚カードをあげたら比は7対3になりました2人は初め何枚持っていたでしょう A 君3カードを持っていた B 君二カードを持っていたそして B 君が A 君に30枚あげる B 君が自分の取り分を自分の持っている分を30枚 A 君にあげたわけです。 A 君はここからここまでですね。B 君はここから30枚減ってこれだけになったそしたら7対3になったさあ A 君は 7B 君は3になったさあ2人は初め何枚持っていたでしょうさあこれも変わらないものはね A 君と B 君のカードの合計だね。足す2の5とさ30枚もらった後の7対 37+3 の10この合計が変わらないわけです。 さあ合計変わらないね。だから合計を揃えるんだね。さあ五と十どうすれば揃うかね。え五を二倍すればいいね。だから三足す二は五を六足す四は十というふうに変えるわけです。二倍して六にする。二倍して二は四にする。ね。で合計で十にする。 さあ、そうすると A 君最初6対4で A 君と B 君持っていました。さあ、そして30枚もらったら6は7になり、4は3に減りました。そうだとすると7と6の違いの1は、これ30枚ということだね。1が30枚ですから、6は180枚。 4が120枚です。だから A 君は最初180枚持っており B 君は120枚持ってたんですさあ A 君30枚もらうと210枚だね B 君30枚あげると90枚だね比にすると7対3になるね 今回は A 君と B 君の所持金の合計 A 君と B 君の持っているものの合計それは変わらないというものを利用して火を使って解く問題でした。着実に力をつけたいなと思ったらチャンネル登録お願いします。じゃあ今日はここままでにしましょう。